ドスコイパイナポー。はい、どうもこんにちは、ぼっくんゲームでございます。ということで今回ね、ちょっと挨拶の方がね、耳がね、ちょっとマイクの方にね、ガンガンに今までちょっと全力で言ってたんで、ちょっと控えめドスコイパイナポーを言っちゃいました。ということで、わっしょいということでね、今回もウィニングレブン、スマホ版ウィルアプリの方をやっていきたいと思います。ということで今回はね、ちょっとドリブル講座、トレーニングモードの方でドリブル講座の方をやっていきます。まあ主要選手はアザール選手ということでね、はい、今回ね、僕がお教えするのは、まあ、基礎中の基礎っていうかね、基礎になるんですけど、本当に、まあ、ドリブルできない方、ドリブル苦手な方、まあ、今までドリブルやってたけど、まあ、これをもっと使うと、やりやすい。しかしそれは基礎なので、かなりね、あの簡単というか、もう当たり前のことっちゃ当たり前ですけど、その当たり前のことをね、試合中でやることによって、まあ、ドリブルにね、キレが出たりというか、際立ってくる、相手にボールを取られない、そういうドリブルできるんで、今回お教えしたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。まずね、名前の方がね、回転切り、回転切りという技でございます。じゃあまずこちらをご覧ください。はい、こちらね、今僕回ってますね。これただ円を描いてるだけですね。まずこれが、まあ数学でいう公式みたいなものですねなんか勉強に例えるとおかしいですけど、数学の公式みたいな感じで、まずこの円を描くことがドリブルでね、まあスティックを見てもらえば分かるんですけど、とりあえず円を描いてるだけですね。で、この回転技によることによって、相手のね、プレス、まあ、四角プレスとかだと、まず取られないです。こういうボールの持ち方しておくと。そう、だから半分回ったら半分もう一回回るみたいな。で、後ろに行きながらも、ちょっと斜め前にこう反転していくみたいな。まずね、この技術を身につけることによって、非常にボールが取られにくいと。だから基礎最強説ですね、本当に今回お教えするのは。だから例えばボールをもらって、モンレアルでもいいですし、これどの選手でもできるんですよね。こっちにトラップするじゃないですか。そしたらボールがこう向こう側に行ってると。で、相手がボールを取りきったらこう回転して、こっちで前向くみたいな。で、こっち来たらこっち次ボールをちょっと相手より遠ざけて持つ。まあ現実サッカーでもこれかなり重要な技というか、ネイマールがよくやってますね。はい、こうやってね、相手より、後ろ向きでボールを持つっていうね、技術というか、まあ、それをね、今回、教えできればと思います。やっぱ、プレス来ると、前向きだとボールをこう、前にさらしてる状態になるので、失う確率もかなり高くなるんですけど、今回の技というか、もうこれはね、本当に、なんだ、意識するだけというか、自分もね、試合中めちゃくちゃこれ意識してます。まあ、実際に、サッカーしてた頃もね、昔、これをね、意識してドリブルするとかなりうまくいきました。やっぱまずはボールを取られないっていうことが一番大事なんで、こう失わない力でこの回転の技を覚えることによって、相手が突っ込んできた時にこの後ろ向きでボールを持ちながら次前みたいなね、そういう動きができるんでね、本当におすすめでございます。もう簡単です。本当スティック回すだけ。これはスティックを地味にこう多分動いてるんでね、見えると思うんですけど、相手が寄せてきたらこの回転で逃げるっていうイメージです。はい、じゃあちょっと選手入りでやってみようか。練習リスト、試合形式でやっていきましょう。まあ多分この相手はね、あんま寄せてこないんですけど、寄せては来ないんだけど、ちょっとこんな感じでどういうイメージかっていうんだけど、ほら、こうボール持って、こうやってるとほら、来るじゃないですか。このままね、こっちみたいな。わかりますか？多分基礎すぎてちょっともう何言ってんだよって方いると思うんですけど、本当に、この技というか、まあ回転切り。結構使ってます。てか上級者のことだともう当たり前のようにそのドリブルでやってるから、で意外と前にさらさずにこう後ろ向きでボール持ちながら回転しながらパス伺うとかね、でワンツーで走るとかね、そういう技もできるんで、まあ、この回転という技術をとりあえず頭にボール持ったらまずは失わないってことを意識するだけでも全然違うと思うんで、本当にやってみてください。まあ、ドリブル講座というかね、基礎最強説ということで今回お教えさせてか、ちょっと話させていただきましたということでね、皆さんもぜひ、こういうね、まあ、基礎的な技をガンガン積み込んでやってほしいと思いますということで、今回はこの辺でね、ドリブル講座の方を終了して、また次回、何かしらあればやっていきたいと思いますということで、今回ご視聴、まあね、リスナーさんからいろいろね、ドリブル苦手とかそういうコメントがあったんで、今回こちらの方させていただきましたということで、皆さんご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらね、左上のボックマークからチャンネル登録してない方よろしくお願いします。右側におすすめ動画載せてるんで、そちらの方もご覧ください。また会いましょう。さよなら。